タロ散歩チャンネル。ということで皆さんこんにちは、太郎でございます。本日2021年の2月16日火曜日、私現在札幌駅南口にお約束のようにおります。ただね、時間がねちらっと今見えると思うんですけれども、3時になるちょっと前ぐらいなんですよ。2時55分ぐらいで、15分後ぐらいの電車に乗ってもちょっと仕事行かなくちゃいけないんですけれども、若干時間あるんで、その様子をね、簡単に紹介でもしようかなと思いまして、今回ビデオを回させていただいております。あとは言ってでもですね、なんで今日ここにいるかっていうと、実はさっきまで函館にいたんですよ。土曜日の夜に、苫小牧からフェリー乗って八戸行って、で、そこから日曜日に八戸と、弘前行って、で、弘前で泊まって、月曜日に弘前から函館行って、それで函館に泊まって、今日火曜日の、今戻ってきたって感じなんですけれども、そんなこと言ってるとね、だんだん電車なくなっちゃいますから、その電車に乗って仕事に行くまでの様子の感じをね、ちょっとお伝えできればと思いますので、今回も何卒よろしくお願いいたします。ここにね、鳩に食べ物を与えないでくださいというふうに書いてあるんですよ。札幌駅総合開発株式会社ということは、逆に言うとね、鳩に食べ物をあげようとするのにやからがいるということなんですけれども、鳩にね、でもね、食べ物を与えない、与えるのはあれだとしても、私にね、食べるものをね、与えてくださるというね、心優しい人がいないかなというのを密かに期待しているんですけれども、やっぱり人の金で食べるお寿司とか焼肉って美味しいじゃないですか。本音言っちゃうと、みんなそれはあると思うんですよね。自分でね、自分のご褒美で食べるのももちろん美味しいんですけれども、ちなみに、現在の JR タワーの温度計がね、こんな感じなんですよ。プラスの 0.2 度、だいぶ暖かくなりましたよね。明日の天気が雪なんで、またちょっと冷えるかもわかんないですし、天気予報的にはそう、なんか結構日本の北半分がめちゃくちゃ覆われたみたいな、そんなような話は聞いてるんです。無事によく函館から帰ってこれたなと思いますけどね、10分ぐらいしか遅れてませんから、ほぼ帝国みたいなもんなんですよ。で、そう、今ね、大体3時ぐらいなんですけども、あれがあるじゃないですか、なんか冬恒例のラッセル車が2番線にやってくるっていうのがあるんで、あれでもちょっと取りに行きますか。確かね、3時ちょっとくらいにね、毎日来るらしいんですよ。 JR タワーとここの札幌ステラプレイス、これができたとしたら、ずっとここにあるツインクルプラザもついにね、なんか今月末2月の28日で閉店になるみたいなんですよ。ここにはね、長らくのご愛顧ありがとうございましたということで、そう、あと12日で終わりますみたいな、そんなこと書いてありますけどね。で、そう、2番線のラッセルを取るにはね、3番線にいるといいんですよ。ただね、3番線にはね、小樽に行く快速が止まるんですよね。よくね、あっちの丁に行くときに乗ってる電車なんで、大体この辺の時間の事情は分かるんですけれども。列車ってぼかして、列車というふうにぼかしてますけれど、つまりはラッセル車なんですよ。この辺で待ちますか。もう来てますよ。ほらほらほら、お、今日なんかね、オムライスみたいな色のやつ、オムライスみたいな色のやってきましたよ。ロイヤルエクスプレスだかつって、去年なんかリゾート列車だかなんだか豪華列車だかを引っ張るのに、なんか色塗り直したやつがあれで、なんかよくわかんないですけど、私にとってはね、なんかオムライスとケチャップしか見えないんですよ。オムライスみたいだなと思って今撮ってたんですけどね。
あとこれ毎度思うけど運転席どうなってるのかなと思って今見てるんですけども、この中には乗ってなくてやっぱりあっちには乗ってるんですよ。あそこには乗ってます。ちょっとあれなんです。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際はつり革や手すりなどにおつかまりください。イランから今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線快速エアポート152号、新千歳空港行きです。停車駅は新札幌、北広島、恵庭、千歳、南千歳、終着新千歳空港です。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますのでぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。